この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに水戸市からのリポートです。サッカー J2 水戸ホーリーホックの山崎隆正選手が2月26日水戸市三川2丁目の市立三川小学校で行われた挨拶運動に参加し、児童と交流しました。挨拶運動は水戸市立の小学校と中学校で昨年度から始まったいじめ解決推進事業ふれあいプランの一環です。今回はサッカー J2 水戸ホーリーホックの山崎隆正選手と水戸ホーリーホックマスコットキャラクターホーリーくんが午前7時半ごろから校門に立ち、登校してくる児童に3月8日のリーグ開幕戦などの告知チラシを手渡しながら笑顔で声をかけました。はい、おはようございます。お家でございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。はい、登校後、挨拶運動当番の児童と三川小学校のマスコットキャラクターわんさくくんも参加し、児童は元気な声を響かせました。昨年度始まったいじめ解決推進事業に水戸ホーリーホックは初年度から協力しています。今年度は2月初めから3月中旬まで山崎選手を含めた5人の選手のほか、ホーリー君やスタッフが手分けして全ての私立小学校を訪れる予定です。山崎選手は児童に囲まれサインにも応じました。なんか結構あったかくなりました。朝から挨拶してなんか一日の気分が良くなったなりました。これからも続けたいと思います。挨拶運動は楽しいし、ウォーリー君にも初めて会えたので良かったです。これからも挨拶運動をしてみたいです。全校で盛り上がって非常にいいと思います。生き生きと活力のある学校づくりということをやってるんですけれども、その一番目 の手立てとして挨拶を全校で取り組みます。まず挨拶が思いやりの心を育む元になると思うんですよね。そこでお互いに認め合って高め合っていけるような雰囲気づくりができればいいなと思っています。朝まず大きい声で元気な声を出すというところでお互いに声をかけ合うという雰囲気ができてくるのかなと思います。そうです、もう本当にパワーをもらいました。来てよかったです。弟がサッカー好きだよとか、家族サッカー好きですみたいな話されて、あ、そうなんだと思って、すごいなんか身近に感じましたね、すごく。もうなんかやんちゃ坊主っていう、その辺のやんちゃ坊主っていう感じだと思います。もうなんかサインとかもらわずにもう遊んじゃう感じこのパワーをもらって、はい、とりあえず開幕戦を勝利で飾りたいなと思います。続きまして水戸市からのリポートです。米の消費拡大につなげようと、県南地域で銘柄米を作る生産者らが連携し、えりすぐりの米をセットにした商品茨城き米を作り、2日県庁で PR しました。茨城き米は石岡市や美保村、河内町、つくば市、龍ヶ崎市の7銘柄を300グラムずつ小分けに詰め合わせた商品です。いただきました。よろしくお願いします。今日皆さんにご紹介するのは、県南地域、茨城県の県南地域で地域オリジナル米ということで、茨城県を代表するお米ということで、同じ茨城県内の県南地域でできているコシヒカリであっても、やっぱり栽培方法とかですね、地域によってその硬さが違ったり粘りが違ったり、7産地のお米を、それぞれ違いを感じながら楽しみながら違いを知ってもらうということと、お土産として、買っていただいたり、もしくはこれを贈答としてですね、茨城のお米を知ってもらうために送っていただいているような商品として作りたいということで、その結果できたのがこの茨城きまいという商品になります。連携した生産者や農協は各銘柄米をイベントを通じて販売してきましたが、セットで食べ比べることで消費者の好みを掘り起こすのが目的です。
本来、それぞれのお米の7産地のお米のですね、コシ、粘り、味という3項目に分けてですね、5段階でお客さんが選びやすいように自分の好みを選びやすいようにという表示を作ってまいりました。1袋が 300g で、まあ、約2合ですね、7種類入っていますので 2.1 キロになるわけですけども、価格が税抜きで3000円という価格設定をしています。これを買ってです、買っていただいて、この7産地のうちの自分はこれが好みだということを見つけていただければ、次からですね、それをぜひお米を買っていただきたいなというふうに思っております。商品はつくば市のおむすび店つくば産縁結びや横田農場のホームページなどで売り出すほか、今後は百貨店や道の駅で販売する予定です。いただいて、この7産地のうちの自分はこれが好みだということ、茨城県の県南地域にある7種類の代表的な美味しいお米をセットにして、茨城キマイというセットで販売をいたします。実際食べてこう違いが、同じ茨城県の同じ地域のコシヒカリなんですけども、やっぱり食べるとそれぞれ違いがありますので、ぜひそういうのを食べ比べをしながら違いを感じてもらえるような、そういうこうセットにしたいなと思ってこういうセットを作りました。やっぱり7種類こう、まあ、なんていうの、明るいイメージで、楽しくこう選んでもらえるような、そういうイメージですね。若い女性たちがこうお米選ぶの楽しくなるような、そんなイメージでパッケージを決めています。裏にはそれぞれ作った人たちの思いですね、まずどんな思いで作っているか、7種類それぞれ産地の思いが入っているのと、あとそれぞれ向いた料理ですね、美味しい食べ方というのが表示されています。ぜひそういう違いを知って、そのお米を選ぶ楽しさとかですね、自分の好みのお米を選んでもらえるような、そういうきっかけになればなと思ってます。続きまして水戸市からのリポートです。来春の採用に向けた企業の会社説明会が1日に解禁されたのを受け、水戸市内で2日大学生などを集めた大規模な合同会社説明会が開かれました。水戸市新原2丁目の県武道館では、就職情報サイト運営のマイナビが主催する合同会社説明会が開かれました。県内の58事業者のブースが並び、来春卒業予定の大学3年生を中心に1000人以上の学生が詰めかけました。説明会の開催時期はこれまでより3ヶ月遅くなり、面接などの選考活動も4ヶ月繰り下げられて8月1日となりますが、採用内定の解禁は従来通り4年生の10月1日のままです。選考から採用までの期間が2ヶ月しかないことから、企業は採用スケジュールの変更を求められ、学生は短期決戦に向けた対応を迫られています。会社説明会や選考開始時期が変更されたのを受け、各企業は従来の採用の仕方を見直して、より優秀な学生の獲得に躍起になっています。夢とか目標はどんなあります？去年と比較しても、いわゆる直接この学生さんとお会いできる機会、こういった説明会の機会とかっていうのは増やすようにしてるんですよね。であとは、場合によってはお店を実際見ていただくような機会だったりとか、ただ単に選考を進めていくっていうだけじゃなくて、より、リアルな仕事の風景とかっていうのも見ていただいたり、で採用の試験に臨んでもらうっていうのも考えてます。個別 の会社説明会は5回ほど。あ、どうですか。で今年は学生さん短いんで土日も使って、本社はつくば市なんで、つくば市の方でやってますけど、入る前が一番ね、エネルギーを、このエネルギーをそのまま会社で成長させてもらえれば絶対いいな。採用日程の繰り下げは就活が早期化し学業に支障が出ているとの大学の指摘から、政府が経団連に要請したものです。経団連は学業優先に配慮し、会社説明会や面接などの選考活動の解禁をそれぞれ後ろにずらしました。3月1日からで始まったばっかりで、ちょっと緊張したんですけど、なんかいろいろ他の方とか見て始まったんだなっていう気持ちになりました。先輩方とはまた違った流れになっていくので不安もあったんですけれども、そうですね、自分なりにその流れを作ってしっかりやっていこうと思っております。
で3月からということでちょっと内定までの期間、就職期間が短期化するということで少し焦りもありますが、自分でちょっと慎重に企業を選びながら自分に合うものを探していきたいなと感じております。説明会は3日も開催され、2日間でおよそ117社が参加しました。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。現在私が来ているのは那珂市菅谷の那珂市商工会館前です。いきなりですけれども、この時期思い浮かぶ花といえば、梅、桜、いえいえ、違うんです。ひまわりなんです。え、なんでこの時期ひまわりなの？そういうふうに思われた方、その鍵を握るのはこちらの商工会なんです。お話を伺いたいと思います。この時間はですね、この那珂市商工会の方にお話伺っていきます。事務局長の鴨志田博さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。鴨志田さん、ズバリですけれども、この時期なぜひまわりなんですか？はい、去年の2014年夏に満開になりましたひまわりを使って、はい、ひまわりのオイルが販売されたからです。おお、今の時期開始になったんですね、販売が。はい、そうです。去年の、8月の末に満開になりまして、はい、その種を使って、収穫しまして搾油して出来上がったのが今になります。このひまわりを使ったオイルをこうなぜ作ろうということになったんですか？今からまあ6年ぐらい前になるんですけど、ひまわりをまあ咲かせてて、そのまま、はい、畑に戻してたんですね、はい、でそれがまあ、商工会の方でちょっともったいないんじゃないかっていう声が出てきまして、うん、そして、5年前ぐらいから試験を始めまりまして、4年前から販売を開始しました。あ、そうなんですね、はい、じゃあこの4年経って現在に至るわけですけれども、ひまわりのどこの部分を使っているんですか？あ、ひまわりの種です。ひまわりの、そうです、咲いた後の咲いた後の種の部分だけを使ってオイルを作っております、はいはい、で今ですね、こちらに種を用意していただいているんですけれども、大きさはお米よりもちょっと一回り大きいぐらいの大きさ、はい、で真っ黒なんですよ、はい、でこの中にあるこう種の部分を使って作っていらっしゃるということで、はい、ちょっと舐めますね。なんだかなんでしょう、こう口の中に入れるとやっぱりお花だったんだなっていうのを感じるような、そんななんかちょっと甘いような香りが広がりますね、はい、そうですね、ちょっと甘いと思います。オリーブと違って癖がないですので、すんなり入っていくと思いますし、甘みがすごくあると思いますので、それが特徴ですね、はい、そうですよね。さあ、気になるのはこのひまわりオイルがどこで手に入るのかということですね、はいはい、こちらどこで手に入りますか？はい、まあ、市内でですね、商工会の会員さんに募集かけまして20店舗ぐらいで販売はしてるんですけど、ああ、まあ、一番分かりやすいのはですね、アンテナショップ中丸ちゃんの店が常用銀行菅谷支店の反対側にあるんですけど、そこが一番分かりやすいと思います。はい、でその他詳しいことについてはホームページを見てもらうと分かりそうですから。はい、そうですね、紹介のホームページで紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、鴨志田さん、ありがとうございました。はい、とんでもないです、よろしくお願いします。さあ、なぜこの時期ひまわりなのか、そんな理由、なんと2014年夏に咲いたひまわりの種を使ったひまわりオイルがこの時期から発売になったからだったんですね。この時間は那珂市商工会からこの那珂ひまわりオイルについてお届けしました。今日の生産者さん、こんにちは。はつくば市にやってまいりました。こちらで椎茸を栽培されている方がいるということで、
早速お邪魔してみたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。つくば市で椎茸を栽培されている方ですか？はい、そうです。中野きのこ園の泉です。皆さんこんにちは。中野きのこ園の代表の泉です。当園では風味豊かで歯ごたえ十分な原木椎茸を原木栽培ならではの香りを保ち食卓へお届けをしております。椎茸の栽培は樹齢15年から20年の奈良クヌギの木を森から切り出すところから始まります。その後原木に椎茸の菌を植えながら立派な椎茸になるまで1年から2年かけて原木を管理していきます。栽培は昔ながらの方法で農薬等は一切使用していません。椎茸はゆっくりと時間をかけて木の栄養をたっぷり吸収して育ちます。原木椎茸栽培は環境へ優しく環境保全型農林業の代表です。自然に近い栽培だからこそ自慢の味わいと歯ごたえが出せるのです。中野きのこ園では椎茸狩り体験やバーベキュー、冬はすき焼きの提供も行っております。リピーターの方も多く大変好評をいただいております。皆さんぜひつくば市で栽培された椎茸をご賞味ください。そうですね、まあたくさんあるんですけど、一番苦労するっていうのは農業全般にいることですけど、天候に左右されることですね。で、具体的に言いますと、例えば椎茸は温度、高温にすごく弱い、ですから雨の降らない夏、高温の夏、まあ今温暖化ですからそういう夏が多いですので、そういう時にいかにいい温度を下げる努力をするかっていう点が一番難しいですね。そうですね、一番まあベタな醤油を焼いて食べると、まあ、あとは味塩胡椒なりタレなりして食べて、あとはもういろんな食材に合いますから、いろんな料理の仕方あると思います。ぜひたくさん食べて健康を維持していただければと思います。生椎茸をたくさん食べてください。皆さんこんにちは。養殖ジンギスカン羊の小屋オーナーシェフの小島です。当店は新鮮な生ラム肉を使用したジンギスカンを提供しております。おすすめはラム肉、野菜、ライス食べ放題の羊の小屋セットです。ラム肉はゼラチン質を多く含んでいて柔らかくジューシーです。またとてもヘルシーなお肉として知られ、カルニチンの量が多く体脂肪を効率よく減らすことができますので、健康志向の方や体脂肪が気になる方に特におすすめです。炭火七輪ジンギスカン鍋の上で香ばしく焼き上げたジューシーな生ラム肉をぜひお召し上がりください。よろしくお願いいたします。
ジンギスカンのスープカレーを頼みました。スープカレーは初めて食べたんですけど、すごい美味しいですね。やっぱこう野菜がいろいろ入ってるのとかと、あと辛みもあるんですけど、なんか深みがあって美味しい感じです。なんかラム肉ってあんまり好きじゃなかったんですけど、ここに来てなんか初めてなんかラム肉って美味しいなって感じてからよく来てます。